PSL 研究大学、または、パリ分離研究大学は、フランスパリの総合研究大学。高等師範学校などのグラン・ゼコールや、コレージュ・ド・フランス、パリ天文台などの研究所から構成される、フランス屈指の名門校であり、全校生校の卒業生から27名のノーベル賞受賞者、10名のフィールズ賞受賞者を、輩出している。パリ中心部、 カルチェラタンに本部を置き、ジョルダン、ポルト・ドーフィヌ、カレリシュ,リュにコーチが所在する。PSL は、パリ中心部のカルティエラタン界隈にある複数の、グランゼコールとグランテタブリスマンが再編、統合され、2010年に創立した。PSL の各学校は少人数制の個別指導という特徴のため規模に限界があり、これを解決するため、 各学校間の研究協力体制の強化を図り、独自自治カレジ制の形式で運営されている。入学者選抜は学校ごとに行われ、授与される学位も各学校の認証によって大学から与えられる。2017年時点で、教職員数が約4500人、学生数が約17000人、181の研究室で構成されており、工学、自然科学、 人文科学、社会科学、芸術などを含む多くの分野の教育、研究が行われている。二千十九二千二十年度のザ・世界大学ランキングでは世界ランク四十五位に、また、QS 世界大学ランキングでは世界五十三位にランクインした。さらに、二千十八二千十九年のタイムズ・ザ・世界大学ランキングの世界振興大学ランキングでは、 世界4位と評価された。PSL は中規模の大学として以下のように自然科学、工学、人文科学、社会科学、芸術分野で構成されており、CNRS、インディア、INSERM は協力研究機関として連携している。PSLENC フラ PSL。 www.psl.eu.2019 年7月9日閲覧。ワールドユニバーシティランキングス。タイムズハイヤーエデュケーション2019年7月8日、閲覧。QS ワールドユニバーシティランキングス2019。トップユニバーシティーズ2019年7月8日、閲覧。ありがとうございます。